森安はじめ監督率いる日本代表は、現地時間9月9日、日本時間10日未明、2敵地での国際親善試合で強豪ドイツ代表と対戦。MF 伊藤淳也と FW ウ田ダー瀬のゴールで前半に2点を奪い、後半には FW 朝野拓馬、MF 田中碧もゴールを挙げて4対1の勝利を収めた。韓国メディアは、日本は運ではなく実力で勝った、と伝えている。 画像、すべてはここから始まった、リュディガー、敗戦後の失意の表情 &W 杯での、気候ステップ。試合は前半11分、DF 菅原幸成のクロスから伊藤が流し込んで日本が先制。同19分、ドイツにパスワークで中央からの突破を許し、最後は MF レロイサネに同点ゴールを献上した。同22分、右サイドの崩しから菅原がパスを入れ、 伊藤のシュートはミートしなかったものの、流れたボールを上田が合わせて2-1とリードして前半を折り返した。後半の日本は3バックもテストし、押し込まれる時間帯があったものの、終盤には MF 久保竹房のボールダッシュから最後は浅野が合わせて追加点を奪い、さらに終了間際には久保のクロスから田中が頭で合わせてダメ押しの4ゴール目を叩き込んだ。韓国のスポーツ、芸能専門サイト、スターニュース。 は、韓国代表が9月8日に行われた親善試合で、FW 村憤民や DF キム・ミンジェがフル出場しながらウェールズ代表相手に0対0のドローと不完全燃焼だったことも踏まえ、韓国と違う、日本は運ではなく実力で勝った、海外組発ツ,ツと日本のドイツ戦勝利を取り上げている。日本代表がドイツ代表に4対1で解消し、大異変の主人公となった。 何より日本のホームで行われた試合ではなく、ドイツで行われたアウェーゲームで4ゴールも決めたのだ。日本サッカーの底力だ。ドイツの地で4ゴールを決めたアジア初のチームとなった、昨年のカタールワールドカップ、W 杯に続いてドイツを撃破した日本の充実ぶりに、韓国も熱視線を送っていた。